こんにちは。皆さん、ストレスって溜まってますか？今回は私が関わらないようにしてる人っていうテーマでお話ししたいと思います。学校や会社に行ったり仕事をしていると、人と接したり新しい人に出会ったりとか、理不尽なこともあったり、いろんなこと言われたりすることもあるんですけども、そんな中でね、プライベートとかね、職場でなるべくストレスをためないように、こういった人ってあんまり周りにね、一緒にいたくないなとかね、そばに置いておきたくないなっていうような特徴をね、5つ考えました。で、私はあんまりね、対人関係のストレスがね、ないんですよ。元々のね、気持ちのね、持ちようとかメンタルの強さとかもあると思うんですけれども、それ以前にね、なるべくね、自分の中で関わりたくない人っていう人を、遠ざけてきたと言いますか、あまりね、無理してお付き合いはしないようにしておりました。ということでね、今回ね、私の完全な主観になるんですけども、私が思っている、なるべくね、近くに一緒にいたくないと。一つ目はネガティブ思考で負の感情が強い人。もうほんとね、これね、引き込まれますね。一緒にいてもネガティブな言葉を言ったりとか、なんかどうせ私なんてとかね、きっとやってもできないなとかね、ちょっとマイナスなことを言う人は、しんどいなって思います。それがね、地が積もってね、自分もなんとなくね、頑張ろうと思っていることや、うまくいきそうなことも、その言葉がね、だんだん自分にもね、乗り移ってきて、うまくいかなくなってしまうんじゃないかなっていうのをね、たまに感じますね。なので、そういった、なるべくネガティブな言葉を言う人とか、そういう行動をする人っていうのは、自分の周りにはね、置かないようにしております。だから今ふっと考えたんですけどね、私の周りはね、いないですね。できればもう仕事頑張りたいっていう、女の子だったりとか男の子だったりとか、あとは銀座にいらっしゃってるお客様、皆さんね、経営者の方が多いので、やるぞっていう方が多いのでね、ポジティブなお話ばっかりさせていただいております。だからあんまり人の愚痴を聞いたり、悪口とかね、疲れたっていうような言葉とか、そういう言葉はね、あんまりね、聞いてないですね。私にたまたま相談がないとか、言ってないっていうこともあるかもしれないんですけども、なるべく私もポジティブなワードを発するようにして、周りにいる人たちにね、なるべく元気でいてほしいなって思うようにしております。では、二つ目は、マウントを取る人、そして、KY な人。マウント、これって、話し方のテクニックもそうなんですけど、なんか話しててね、じゃあ私、ここのレストラン行ったことあるんだ、美味しかったって言ったら、私、もう行ったことありますとかね、私こうなんですみたいな、かぶせてくる。これちょっとね、マウント認定するかどうかっていうと、ちょっとうーってなる感じなんですけども、若干そういうかぶせ気味で、私もこうだったって言ってくる人って結構ね、めんどくさいなって思いますね。私に直接マウント取る人って、あまりいないんですよね。やっぱ自分の会社なんで、自分の会社でね、部下の人とかね、入った新人さんが私にこう、なんか言ってくることってあまりないんですけども、お席でね、これ見えるんですよ。お客様との会話で、そうですねとかね、肯定的なこととか、素直な感情が言えずに、私だったらこうしますとかね、私こうしてましたみたいなのをね、わざわざね、かぶせる方がいるんです。で、そういう方って本当に損してるなと思って、その先ってないじゃないですか。気持ちよくお話しする機会も失ってしまいますし、下手したら生意気だなって思われてしまいますし、でそういうことをね、言ってることが、それってこの場では言わない方がいいよ、 KY だよっていうことを分からない。これってね、いろんなところに出てますね。こういう会話の汲み取れないっていうところが気遣いだったりとか、選択ね、何か選ぶときに選ぶ方だったりね、そういうのに出てくるんですね。人に気遣えないとか空気読めないっていうのはね、この話をしてると、すぐ分かります。この人は多分それができない子だなとか、この子は機転利く子だなとか、あざとい子だなとかね、そういったことが分かります。自分にマウントを取ってくる人っていうよりは、ニュアンス的にはね、私の場合だと、対お客様にマウントを取ってる女性とか、KY の発言してる女性っていうのは、生活の端々にそういうところがあるんじゃないかなと思って、距離を置くようにしております。では、3つ目は、ゴシップや噂話が好きな人、あとね、人の不幸が好きな人、いるんですよ。皆さん周りにもいませんか？いるからこそ、週刊誌があったりとか、ワイドショーがあったりするんですけどね。一定の人はね、そういうの好きな人もいらっしゃると思います。ゴシップとかワイドショーっていうのは、女の子同士集まった時の愚痴だったりの時にね、出てきやすいと思うんですけども、で噂話ってそもそも
いい噂話ってあんまりないですよね。噂話の、まあ、10あったら8割ぐらいが悪い話で、2割がいい話ぐらいかなっていう思うんですけども、そういう人のネガティブなところとかね、悪いところとか失敗した話とか、まあなんかちょっと事件が起こったことをね、こう言いふらしたり、あとそれをね面白がってその話をして人の興味を引くっていうのは、まあ性格悪い子だなってちょっと思っております。すごくね打ち解けていて、もう本当仲のいいお客さんだったとしても、あんまりそれを言いすぎるとどこでね誰が聞いてるかもわからないですし、誰が喋るかもわからないんで、あの人こんなこと言ってたよって言われるのは自分なので、ネガティブな発言とかその人のことを傷つけるような悪口って言わない方がいいんじゃないかなと思います。多少はね痛い時もね人間だからあるんですけどね、聞いてほしいなっていう時とかね、もうお酒飲んでたらねある機会もあるんですけども、まあそういう時こそね、人が聞いてる時こそグッとねこう抑えて、ネガティブな発言ってね後に自分に返ってくるなっていうことで、そういう発言をねすることも控えた方がいいですし、そしてそういう発言をしている友人ともつるむと同類と思われてしまうので、やめた方がいいなと私は思っております。では4つ目は情緒不安定な人です。このね情緒不安定ってどういうことって、あの人のことかなとか、まああるかもしれないんですけども、その情緒不安定っていうのはね、私の中では言ってることがコロコロ変わる人です。多分その時の悩み、テンション、気分、メンタル、ムラとかで、この日はこう思ったからこういうことを言おう、でも次の日はああやっぱり私の今日の気持ちはこっちだからこれを言おうとか、同じことでねコロコロ変わる人がいますね。でそういう方って、まあ、振り回されるじゃないですか、周りが。相談乗ったのに次の日はまた違うこと言ってるよとかね、頭の中では分かりましたじゃあちゃんとしますって言ったのに、次の日にまたコロッと変わって、いやだってやっぱり今日考えたらこっちだと思うんですみたいな話になると、まあ今まで時間何だったんだってなるので、私はその情緒不安定な人が苦手です。例えばね、じゃあどうやって見抜くのっていうと、まあメンヘラっていう人ですよね、まあ、メンタルがヘラ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 ってはないですけど、メンタルヘルス版にもねっていうか、そこから来てると思うんですけども、そのメンヘラの人種はちょっと私は苦手で、周りには多分一人もいないです。で気づいてないだけだと思うんですけど、だって女の子ね1店舗で30人いて、まあ、最近男の子のメンヘラもいますし、100人ぐらいね周りにいると、会社の誰かはね別にメンヘラであってもおかしくはないんですよ。てか多分いっぱいいると思います。でもメンヘラの子であったとしても、メンヘラ部分を私に出してくることがないんですね。だから多分私がポジティブな気持ちでポジティブなことが好きで、いつも、まあ、忙しくしてるので、そういった人がねこう近づいてこないんだなっていうのもあります。ただ本当に悩んでいたり心の底からね辛いことがあったら相談してほしいんですけども、本当情緒不安定でもう話聞いてほしいだけとかね、私に構ってっていうのはちょっと厳しいなって思います。でそういう友達とかね、そういう人が周りにいると自分もねその人に時間割かれますし、それがプラスの方に転じてくれたらいいんですけども、まあ大体そういう方ってその日のメンタルによってね、答えが変わってくるし行動も変わるので厳しいんじゃないかなって思っております。では最後5つ目です。5つ目は恋愛依存の人です。まあ人を好きになったり恋したりは全然 OK なんですけども、そのことによって仕事が手につかなくなる、お店を辞める、彼氏と喧嘩したら休む、まあそういうのが私は苦手です。どんな状況であってもやはりそうやって仕事とプライベートを切り離して仕事をできるっていうのが、まあ私はそこを目指してやってきたんですけども、そういう風にこう恋愛体質、恋愛依存、恋愛至上主義の方はまあちょっと話が合わないというか理解がしにくいかなと思っております。やっぱ恋愛してもね上手に仕事できる人もいるし、うん、バランス取ってる人もいますよね。でもねそれをまあ私はそういうのはねいいなと思うんですけども、まあ職場は学校じゃないので恋していなければやっていけないとかね、ちょっと病んじゃうとかね、しかも恋したらまたその相手が悪くて病んじゃうとか、本当このね負の連鎖の子って意外と夜働いてると多いので、まあ、このあたりはね敏感に反応してすごい心配したけど、この子ってこういう周期の子なんだ、恋愛すればこういう周期にはまる子なんだって思って割り切って接するようにしております。ね、それは治らないです。もう恋愛体質の子は一生恋愛体質だと思いますので、それをまあどうこうするっていうのではなく、話を聞いてあげて、あそうなんだと思ってもこういう周期なんだなって自分もね割り切ってね付き合うのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで以上ね、私が関わらないようにしている人の特徴5つでした。
やっぱりこの5つって自分が巻き込まれますし、自分のね仕事とか、まあ、プライベートの時間をねどんどん削ってしまうことになりかねないので、適度な距離を置いてそういう方なんだなということでね、あまり深入りせずに付き合うようにしております。皆さんもね、何かね共感されることありましたか？マウント取る人とかね、もう常に恋愛しとかなければいけないことがねいますよね。まあ、そういった方もねいるんですけども、どうしても職場や学校で関わらなくてはいけない人だったら、うまい距離を置いて付き合うのがいいんじゃないかなと思います。それではまた。